強いです。よし今日元気です。またしょうもない企画だな。俺も騙された経験があるで分かるんだ今日はなんと僕から持ってきましたからね、企画は。もうそんな切れる話ばっかりやめようぜ俺かー言ったろ今日はトシ君と3人でミーティングあるで、はい、YouTube でも撮ろっかって声かけて。そうですね。どうすんの？で俺はもうボカシだからね。自分守ってる。ちょっとトシ君声を彼の前カメラ回ってないほうが怖いから大丈夫、ほんと切りさせれる。いったん全然いけるって。前行ったのがちょっと僕もあんまり言えんかったっすけど、うん、またあれじゃあ撮影許可取り忘れとったやつだね。そうですね。でダメになっちゃった、はい、ただそのバランス考えろ。あるといきなりパーンすいちゃうんで邪魔してほしい。俺止めれんぞ。それはレッツゴー全然青がええわ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうも今日はですね、はい、ちょっと真面目な話、真剣に話したいなと思うんですけど、はい、フィリピンで会社やりますみたいなのを動画撮っとる、はい、その時多分動画の中で7日から行くって言ったかな。それまあフィリピンで会社やると、はい、でなんでやるって言ったら、まあ、もちろん俺も自分がワクワクすること、はい、まあ、ここに日本のスタッフも育ってきとる、はい、ある程度も任してっとる、はい、もう本当に今いかんもんね、撮影ぐらいしかいかない、はい、でじゃあ次のステップってだんだん会社はこの階段を上っていっとる中で、はい、まあ、フィリピン行こうという中で、まあ、トシ君今39歳で、お前が僕18歳です。18歳ね、はい、でトシ君、まあ、ミッチーはね、またまたまハーフで、はい、まあ、俺もちなみに韓国のハーフだからね。ハーフ、いやいや、最近コメントがなんかハーフとかそういうこと言うな、はい、外国人のこと言って、俺も別に そんなことで別に、お前やろ、いじめられっ子だけでしょ、多分そうですね。まあ、ちょこちょこ声かけてるのもいいって言ってくれてるんですけど、どうですか、はい、いけますか、いけますか。僕、全然いけます。お前、行きたくねえじゃん、帰ってきるよ、めっちゃだよ、お前まあ動画もあるとやっぱ違うんでもう本当もう会社は作って、はい、まあ下手したら、まああんまりこの情報も言えんけど、もう見積もりも出とる話だもんね。はい、トシ君も、あ、もう僕も全然。え、いる？はい、トシ君いなくないです、だって。なんでなんで、ベトナム人じゃないですか。うん、顔面ベトナム人じゃないです。ベトナム人が行ったらあかんでしょ、フィリピンなんて。どういうこと？しかもましてや僕行くじゃないですか。トシ君いります？ベトナム語しか喋れないですよ。なんで、どういうこと？もう顔面ベトナム人じゃないですか。行って何するんですか。いや、もうその仕事でしょ。仕事しに行くんだ。いや、できないです。絶対できないです、トシ君。え、トシ君、ほんとやめた方がいいっすって。仕事？多分仕事できないって。まあ、ほんで、まあ、その喧嘩ばっかすんなっつの。いや、してないです、してないです。普通に喋ってるだけです、僕も。ほんとに。で、はい、まあ、トシ君にも、まあ、俺は声かけたんだけど、え、まあ、結局何ってさ、俺は思うのは、やっぱ、腰もやっぱダメになってくるじゃん。まあ、トシ君、また今日も怪我したでしょ。今日っていうか、ちょっと前に、また、うん、ちょっと疲労が溜まってたせいか、うん、まあ、もともと状態が悪いんで、またなったって、うん、またっすよ、またやだよ、また何回言えない気がするんですか。なんで、まあね、いや、ここはもうちょっと僕も話させてくださいよ。腰悪いんだったら、じゃちゃんと筋トレして腰とか筋肉つけて、別に腰は悪くならないようにしたらいいじゃないですか。また腰っつって、なんでそんなこと。そんなこと、しょうがないじゃん。で、そこをやって、ちゃんとやってかなかんじゃないですか。なるもんはなるで、しゃあない。なるもんはなるだったら、やっぱやってかなかんじゃないですか。そうならんように、ならんようにやるのが努力ですね。で、風邪もひくひかんとかってあるんですけど、それ直すのがでも仕事じゃないですか、逆に。そうならんようにやっていくのが仕事。あ、分かったって。もう今動画撮っとんだで、カメラ回ってるよ、これやろ、お前も。はい、で、まあ、ほんでフィリピン、まあ行くと。でも行ってさ、やっぱ営業経験あるでしょ。はい、で、やっぱ管理能力もあるね。まあ、上の時から現場任されとった。任せれるんですか。うん、まあ、まあ、よくせるマウントやね、俺は一緒。はい、ね、マジですか、任されとったんですよ。うん、全然任せとるように見えますけどね。まあね、まあ行ってフィリピンもね、これからまあ一緒にみんな盛り上げて、またみんなさ、山口とかみんなやっぱ年取ってくるし、向こうね、行ってみたいっていうのもあるしさ、単価も違うさ。ベトナム人盛り上げれんすって。何やる、ベトナム人のくせに盛り上げれんすよ。ベトナム人どういうこと。トシ君ベトナム人じゃないですか。トシ君がまた行っとんの、お前。ベトナム人盛り上げれんでしょ。ベトナム人が盛り上げたらおかしくなるって。何をさっきから日本人だったらびっくりしますわ。カメラ回っとる時にさ、じゃあ、そういうのおかしいだろ、なんか変な。いや、全然別におかしくないですよ。あ、見た感じのことを言っとるだけです、僕は。だってさっきからそうやって喋らんし、ふてとるっすよ、絶対に。しゃべらんで、ふてとるって、お前がそういう言い方するでだろ。じゃあ、ふてとるんじゃないですか。あ、ふてとったら、じゃあ仕事なんかできんすよ。いや、真面目な話しようとしとんのに、お前そんな言い方されたらさ、そんな話もできんだろ。だったら普通に言っとこでいいじゃないですか。おかしくないですよ、僕全然。いやどう考えてもおかしい。確かに。いや、社長、おかしいじゃないですか。おかしいよって、おかしくない。いや、こいつ、今日なんかおかしい。
いや、こんなんじゃん、マジで。マジで、取れんじゃないですか、自信。違う違う、あのドッキリ、ドッキリ、ドッキリだから。ささっ、ドッキリささっドッキリ。俺、一回言いましたよね。あ、そういうの やめてくれって。ありえんじゃん、こんなん。いや、そりゃそうでしょ。普通に悪いんでしょ、やっぱり。NG だって言っとるよね。いや、ダメっすよね、普通に考えて、こんなん。いや、社長、社長と、まあ、しゃべって。私はやえ、みちょ聞いとったでしょ、あの1回目の俺もやばい、もう俺もちょっと悪いしました。すみません、すみません、すみませんでした。お前がいいいいって言ったじゃん、あのベトナム人いいって言ったじゃん。いや、言ってないですよ、マジで言ってないですよ。すみません、すみません、とりあえず言っとけずやん、もう俺いいな、よし、くれ怖いっすよ、マジで怖いっすよ、マジで怒っとるよ。はい、じゃあ皆さん、アホの力で考えるやつがしょうもない動画作りました。すみません、じゃあ、まあ、俺は本当にやめておこうと思ったんですけど、はい、こういう状態になったことはこの場を借りて皆さんに謝らせていただきます。はい、すみません、じゃあ また見てねチャンネル登録もお願いします。いいねお願いします。Yeah.